こちらの番組はウェザーニュースから公式に公式でやってくれと言われてるポッドキャストでございます。えー、本日のキャッチはですね、えー、これなんて読むのかな。ナミーマツゼン。難しいな、これ。<laughs> 難しい名前でございますけど。えー、NG ノート、書籍化希望。<laughs> <laughs> <laughs> きっと7冊ぐらい売れます。アナウェザーニュース NG ということでね。いやー、すごいですね。書籍化希望してる人が一人だけいたっていうね。えー、いやー、まあちょっとね、先週もいろいろ話してた。今日僕、まさにこの NG ノート、最終ページ、最終ページというかもう、なんか最後の方の厚紙みたいなとこに書いて、えー、もうこれ完結編です。292回目ってことですけどね。はい。えー、ぜひこれちょっとね、講談社かなんかに持って書籍化してもらおうかなというふうに思います。ということで、 本日もマジのばしと、横にいるのは総合プロデューサー村 B です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 なんかいろいろ忙しそうな1週間でございましたけどもなんかいろいろスタジオなな何なりがありましてねなんか皆さん疲れてるのかどうか知りませんけども本日ディレクターゼロでやらさせていただますこのスタジオにいるのは僕ら2人だけそして終わったらこのボタンを押すようにというそういう指示だけがされておりますので別にこれが成立するならいつもなんかこのマイクの調整とかをしてる風の。 ディレクターは元々いらないんと思うんですすよあの人いつもなんかヘッドホンして座ってるじゃないですか、はいはい、でなんかスマホ見て多分ゲームかなんかしてるんですけど <laughs> でパソコン見てたまになんかカチカチ、はい、なんか今話されてることをリアルタイムでファクトチェックしてますみたいな体で何、はい、かいろいろやってるんですけど、はい、で全くもっといらないってことですよね。うん <laughs> ヘッドン外しだって完全無人で今収録してたのんかあるんかいっていうオペレーションってことなんですけどね皆さん忙しいんでしょう多分んかね休み休みも取らなきゃいけないからかなわかんないですけどはいということでねもう二人きりでやっておりますけども一応 NG ノートに関しては書籍化希望という方が一人いますんでねこれはちょっとその辺の書籍に詳しいプロデューサー 数々の、うんえー、キャスターの、はいえー、ウェザーロイドとかも含めてですけど、うん、書籍を出版してきたプロデューサーなんで、はいえー、これはもうぜひね1、えー、冊作って、はい、6冊増版いただければ1 <laughs> 冊ずつ作んの、えー、いやいやいや,いや <laughs> コンビニのプリントアウトでよくない <laughs> それはそういうもんじゃないんですかわかりません僕書籍がちょっといまいちよく分かってないんですけどは <laughs> はいはい,はい、はいえー あれだから売れたら増販とかするんでしょ。そうです。あのー、何部するっていうのを最初に決めるので。最初に決める。はいはい。それあのと、ー、残り在庫が、うん、まあその最初にえっと予約販売ってするんですよ。はいはいはい、はい、でそこで予約が入った数から初版の部数って決めるんですね。うんうん、なるほどね。でだから最初予約ありきである、はい、まああの全部の書籍がそうじゃないかもしれませんけど、はい、ある程度こういうなんか新人っぽい感じとか、うん、よくわからない。 はい、売れるのか売れないのかもわかんないっていうのはまず予約をやって、はいはい、で予約の数であじゃあ大体これぐらいいくなみたいな出版社の勘みたいなのがあって、はいはい、そういう形でこう無駄な紙も使わずにうまくビジネスやっていくってこういう話なんですね、うん。じゃあこれだから今予約1入ったんで <laughs> <laughs> どうなんですか、これ一入ってますよ。じゃあ、あ二、えー、冊作る。<laughs> で、二<の>冊売れたら増版ですから、これ。増版ですね。七冊までいきますん、ね、で、これ。<laughs> <laughs> ちなみになんですけど、ウェザーさんのこれまで出してきたので、はいはい、結構造版とかはしてたりするんですか？これまで。あ、してるんです。結構その売れ、あの出版社の人あ、結構売れましたね。じゃあ増版ですねみたいな話がこう、はい、来るんですか、村ラピーのところに。来ます。<ー>はい、あのー。 だいたいその増半てえっとまず在庫があってでその在庫が半分ぐらいになるとそろそろ造版の可能性が出てきましたよ。なるほど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 。えマジですか。じゃあのもっとプロモーションしましょうってその書店さんに声をかけたりとか。あなるほど。であのそろそろなくなりそうですけどその。 どうですか、まだ追加で、なんか注文とかありますかみたいな、<ー>その全国の書店さんに。ヒアリングかけるみたいな。で、あのー、結構、その、あっ、注文が集まったら、うん、じゃ、あもう、南部増産しましょうって話になって。<ー>で、また、そこで、<ー>あのー、あれをつけるんですよ。特典みたいなやつ。はい、はい、はい、はい。特典が、初版のやつと、うん。 造版のやつって特典が違うんでなるほどねちょっとやっぱ色付けて変化球というかねなんか味変えるみたいなとかありますよラーメンちょっと吸い入れるみたいなね味変ですああそうだよ替え玉するときにねああなるほどでそこでするとまたぐって伸びるのでああなのでこうなんかこうなくなってまたちょっとやってまなくなってちょっとやってみたいな繰り返しそんな二回も三回も造版した本あるんですかありますすごいですねはい上沢さんえ、上沢さん でも今だから本当になんか新しいファン層がね、はい やっっぱりちょと増えててき今最近ファンになったけどこんなの出してたんだ買わなきゃとかっていうそういうのもありますからねそうですねなのでそっかそっかそういう流れになってるのかこれはだからもう完全に NG ノードもノートもその流れに乗るしかないですねそのビッグウェーブに2冊2冊2冊3回増反しますまだなんであと人そうですねははいい なるほど本もねこの、うん、ただその検閲みたいなものがあるんですよ出版する際にああそれなりの出版社だとそれはそうですよね、はいはいはい、内容的に内容的にどうかって話ですからはい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 暗号ですからね全部ね <laughs> えー、基本的に全部暗号化されてるんで <laughs>、はいえー、セキュリティ高めなんでこれそうですよね、えー、分かんないですもんねこれ聞いてる人ですら分かんないっていうか書いた本に分かってないですからそうかそうなってくるとちょっと売り物としてはどうかって話で、うん、そうですねいちゃもんがつく可能性ありますね難しいんじゃな,いかなああそうか、はい、天才しか読めないっていう <laughs> そういうキャッチで。 なるほ帯帯書いてもらうじゃないですか何ていうんですかあのんかこう本にねついてるそれをなんかさ「千葉のジョブス推奨これを読めばこれを読める人は天才ですあなたもチャレンジしてみませんか」っつったらね自分が天才だと勘違いしてる人いっぱいいますからそういう人が「ん天才といえば」っつって読んで手に取っちゃうかもしれないです。ートトレレニングととかかか書いいいいいいいくもももししれれなな ヒットで使えるっていう <laughs> <laughs> なんかよくわかんないけど <laughs> これでさらにパワーアップみたいな <laughs>、えー、あとねあれもいいと思う、はい、あも老眼に効くっていう老眼<ー>治るマーケットってあるからね,そうですね僕今それよそれ,それを俺すごい今ね、うん、なんかで検索したんでしょう老眼について、うん、やっぱり今老眼最近もう今ちょうどあの上り調子で上がってるんで僕。<laughs> そしたらなんかあのー、何老眼のアプリみたいなのがあんない。はあ、アプリまで出てる。アプリね、もうね検索して、はい、アップストアで、はい、老眼アプリとか老眼治るとか。うんうん トレーニングとか、うん、そういうので、要はね、いっぱい出てくる。うん、もう何が、何、いいのか、全然わかんない。これダウンロードしたら一個。はい、そしたら、なんかね、あの、なん、なんていうんですか。あの、ちょっと寄り目にして立体で見えるみたいなあるじゃない。あ、あります。あります。なんか、こう、パッと見、何の模様か、全然わかんない。まだらなって、ら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 ってなってるモザイクみたいなんだけど。はいはい 上になんか2つ点があってでそれをこう3つにする三つに見えるぐらいまでちょっとこう目線をなんていうんですかね目の焦点をずらすと、うん、急になんか動物浮き出てくるみたいなんかそういうやつってあるじゃない、はい、あれの連続なんですよそのアプリがはい次これやれはい次これやれみたいな。はいはい でそれでなんか1日3分やってくださいみたいなのが大体の定番ねいっぱい出てくるよそういうの視力がみるみる上がる視力みるみる上がるとかトレーニングとかなんとかっていうのがすごいあんのよ本当だちょっと最近それやってんだけどあれ、うん、っやっぱトレーニングだから疲れんのよちょっと、えーあうん、でもなんかそれをやった後は、うん、なんなんかこう、うん、無駄な充実感があるというか筋トレやった後みたいな <laughs> いいのか悪いのか知らないんだけどあ<ー>まあでも一応筋肉が衰えてるわけでしょ焦点を合わせるまあそうですよね目の筋肉が、ねうん、でしょ、はい、だからなんかそういうのはなんか僕は嫌いじゃないんでそういうトレーニングああ<ー>ちょっとたまにやってんですけどねなるほどそうか僕はもう昨日眼鏡屋さんに行っちゃいましたあなにまた度が強いやつをした、ね、あなんかこの間さ折れてたじゃんこれ,これなんですよ その壊れてた俺外でかけて歩いてたのそしたら眼鏡がカシャンって落ちちゃうあれと思ってあれどうしたんだと思ったらここのネジが外れてあ横のねこのフレームのネジが外れてカシャンってバラバラになってたでそれ俺それを見たよこの間のなんか眼鏡壊れてんな村ラピー。それを机に置いて。 はい、すごいなんかこうかわいそうな感じで、はい、なぜかもう一つ眼鏡をかけているっていう <laughs> <laughs> いっぱいあんの村木何なの,の、ね、オフィスに置いてあんのえっとねああその朝は見えるけど夕方で見えなくなるっていうすごいね。 夕方も見えないですよ、目が。あ、疲れてるからね。はい。おお、なるほど。疲れても。なるほど。もう持ち上がりません。なるほど。そうすると、何、夕方用の眼鏡って変えてんのそう、夕方から夜にかけては、もうぐっと近いやつじゃないと。おお。文字が全く見えない。なるほど。それだと、かけてると、文字以外は何も見えなくて。逆にね。外見え、だから、それだから、こう、つか、疲れちゃうね、逆に。それだ、それつけて、歩けないね。そう、そう、そう。 それつけて普通の行動できないから見るときだけデスクに置いてあるんだ。おお、それでもあれだね。すごいなんかマーケットが潜んでるね。<laughs> そういう人に対して。いやそうですよね。だってさ、うん、朝のメガネと夕方のメガネを調整して違うように見たいわけでしょ。うんうん、そんなの一個のメガネでやってほしいみたいになるわけじゃないですか。うんうん、ってことはもうそういう専用の朝でも、うん、夜でも夜中でも、はい、安心みたいな。 れもう安心ですよそれはなんかそういうマーケットよこれどう考えてもいやいやそうですは変えてたのにも変えなくてもいいっていうこれだけで価値あるから世の中そういうの出そうだなちょっとニッチだけど出そうですよね僕もちょっとそれっぽいのは見つけましたえそうもうにやっぱり誰か考えてるそういうのはどんな視力でも合いますっていう。 それ怪しいね一つでどんな視力の人も見えますそのマーケットもあるよ、うん、もうどこの国行っても、うん、電源のところのアダプター困んないっていうやつね <laughs> 160か国対応とか <laughs> <laughs> いやいやお前40か国ぐらい一緒で1個でやろうと160通りちゃうぞこれと <laughs> <laughs> だけど国数書いてやるとすごそうっていう、ね、その何かあの何でもできるあの、はい、ナイフみたいなあの、はい。<laughs> ああいうのと同じマーケットですね。はい、これさえあればもう全部大丈夫です。ケーね。はい、おおそんなめそんなメガネあんの。そんなメガネある。何それどういうこと。な中心から度数が少しずつ変わってるんですよ。うん、はあえそのレンズの。レンズの度数が変わってる。それ のを、それ、あの説明聞いたら、ははってなったんだけど、なんかその説明によるとね。目って、あ、その自分のその、なのかな、目なのか、脳なのか、あれなんですけど。自分の焦点が合うところを、探すようにできてる。あ、もともと本能的にと。あ、なるほど。だから、こうパって見た時に、自分、のどこが、こう焦点が合うのかって、自分で調整するらしいんですよ。勝手に目がやってくれるだろうと。オートフォーカスみたいな感じ。なるほど。なるほど。なので、これさえかけておけば、目が勝手に。 合わせて,くれますそ,てそのええ真ん中から度数が何かこうグラデーションで変わってるのか知らないけども、はい、そ,そ,そのどっかにこう勝手に目が合わせるんで、うん、そこから見える見える怪しいな <laughs> それそれ見づ,見づらくね,ね逆にそこ以外全部見えないってことで,そういうことですよねそ,そんな覗き穴みたいなところから生活できんの人って <laughs> ピンポイントしか見えないだよね そんなのありまあ、全部見えないよりどっかちょっと見えてる方がいいみたいな <laughs> それちょっと違くねそれちょっと違くねどんな視力の人もぴったりハマる。それ言われ、それちょっと引っかかんじゃねえの <laughs> キャッチコピーとして。<laughs> なるほどね,でねああ。でも考えたわな、それな。 まだ試してないあまりにも怪しく。怪しいね、それ。かなり怪しいけどね。ああ、そうか。いや、だから目はみんな来るんだから、この今聞いてるメンバーも。そうですね。7人のうち2人ぐらい若いけどね、いつか来るからね。うん。これはもう今からトレーニングしてた方がいい、これ。確かに。うん。なんか目のトレーニングってやっぱ結構、なんて言うんだろうね、あの盲点というか、うん。なんかこう、目だけにね、盲点というかね。 違うかちょっと違う感じがちょっと違うなまあいいやだからちょっと一昔前なんかキックボクシングのジムとかなんかなかったですよでも流行ってきたら急に増えたりねあとなんかそのフィットネスでこのんかこうんだ自転車をこぐだけとかね前のとかもやっぱ流行りスタデあるんですけどやっぱトレーニングってやっぱり人間本質的にやっぱり持ってるんで。 目のトレーニングジムこれ僕結構いけると思いますでこれ目なんで完全リモート完全リモートで目のトレーニングのジムを開設したら俺サブスクだったら行っちゃうかもしれないあなるほどでズームみたいなので知らんけどトレーナーついて「これ見てください」と「石橋さん今日も素敵ですね」と「素敵な目ですね」と「つぶらな瞳、おはようございます」と 上げてくれんなよ。上げてあげ,げるよ。トレーナーむちゃくちゃ上げるから。そうなんだ。あ、トレーナーは上げるよ。基本的には。<ー>で、そうやって上げられて、はい、で、もう今日はこれを見てくださいと。うん、まだ見えないんですか。もっともっともっと,もっと見えますよ。<laughs> もっともっとこの角のディテールまでって言って。 なんかこう見せられるんですよ。<ー>で見えるようになりました。ああもうよかったですね。お疲れさんでした。うんうん、今日のトレーニングこれで終わりです。ってこう <laughs> ああやったわーって感覚ですよ。<laughs> パーソナルトレーナー。パーソナルトレーナーですよ。目です。目ですよう<ー>こういうの絶対増えると思うんですよ。うんうん、えー、僕みたいな人はもうすぐ飛びつきますよ。<laughs> 新しいもの好きの老眼っていう <laughs>。<laughs> まあそういうそういそうです、ね。いやいるでしょうそういうのも。 あの全員通る道っていうのに、はい、あの貼っとくってこれいいんですよ。うんうん、ほとんどの人が通る道っていうね。うん、これだからあのこういうのってビジネスってやっぱり必ず、うん、あの捕えられますから。結局なんかわかんない。その何まあ巨乳好きの人とかはこれ一部の人しか通らないわけですね。<laughs> 必ずは通りません、ね。必ずは通らないんですよこれ。ただ大きさサイズこうなそのカテゴリーにちょっとよるかもしれない。マー,マーケットのサイズ？な。 カテゴリー、はいはい、カテゴリーをあの胸限定にしたら、うん、そもう一つあのバラエティ出てくるからねそこにね。はいはいはい でもいずれにしろね巨乳マーケットっていうのはもちろん存在してるとは思うんですけどあれちょっとみんな言わないだけで本当は結構多いんじゃないかなって俺は思ってるんだけどそこはそのマーケットっていやいやだからそれはそれはそっちサイドの人が思ってるだけでほぼまた向こうサイドの人もいるんだから向こうサイドの方が少ないんじゃない向こうサイドの例えばだから逆のその頻入サイドからしてるとみんな実はどんな巨乳だって最初は貧入だったっ言って。 そこそのロジックで攻めてきますから。みんな通る道だ。そみんな通る道だから、実はみんな好きなんだとか言わくわけわかんない入りあるんで、それちょっと置いといてください。はい。あれですよ、みんな通る道って、例えばですけどね、もうすごいちょっとあれですけど、あのお葬式とか死っていうの、これみんな通る道ですか。必ず通りますね。これみんな通るでしょ。あと生まれるってこれもみんな通る道。必ず通ります。はい。で、みんなは通りませんけど、例えば結 結婚とかあと新居とかねなんかそういう大体の人が通るであろうなんかその道っていうところに全部張ってくっていうこれ結構リクルートさんとかがやってるんですけどね。とかね確かにそうだなんかみんなが通りそうだリクルートさんってだってだから就職ってこれみんな通るでしょ大体の人がねあとこれまあ住宅系とかの住む場所もみんななんとなく通る。 だからそういう人生の一大イベントのみんながある程度の人が通るであろうそういうところにこう貼っていくんですよ。ゆりかごから袴までっていうね俺リクルートさんがやられてるようなビジネスですけどねそこで僕はねもっと解像度上げてね老眼っていうこれみんな通りますからこれみんな通るんでここにレーザーフォーカスなソリューションをですね提供するとですねこれはもうすごいですよ。 そこでパーソナルトレーナーですよむちゃくちゃ上げてくれたいいですね今日もいやーもうこの愛嬌ある垂れ方がいいですよね <laughs> 年齢とともにこう皮膚が垂れ下がってきてるみそういうふうに言ってくれるんですか優しくなってきましたねあ<ー>優しさが出てきました村さん顔にどんどん優しくなりますんんじゃあいきましょう<っ>今日これ見てみましょうよし、ええ なるほどね。でも立体映像出てきて、村瀬さんのために作りました。この映像。今日はですね、巨乳の女性がこれで見えてきます。すごい。もっと寄せてください。もっと目を寄せてください。見えました。見えました。もうそれでもサブスク月額1万円でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 何の話からここまで来ちゃったんですかねうもう <laughs>、えー。ということで、はい、初版書籍化<あ>話だったんですかね。えー、まあそんなこんなんでね、うんえー、だからいろんなところにビジネス隠れてるって話ですけどね。ということで1週間いろいろありましたけども。はい えー、何あったかなってことなんですけど、うん、えーっとね、まあこれこれ言っとかなきゃいけないかな<え>あのねあれですよなんかちょっと最近僕やっぱり久々に時事ネタって恐縮なんですけどね時事ネタですかあのー、まさかのね急にバズってる案件がありまして最近もう皆さんほぼみんなワイドショーとかニュースサイトとかね、うん、そういうところでも全員見てると思うんですけど、うん、まさかここできたかって感じ なんですけど、あの青木歌合戦が今、うん、急にバズったっていう風に<え> <laughs> 嘘でしょ。<え>はい。青木歌合戦今もう世の中青き青きですごいんですよ。<laughs> んんすね、何かなと思ったら青木歌合戦がバズってるっていうことでね。ね、えーはい、あの過去のねあのー、ソライブ時代の <laughs> ようやくみんなあの面白さに気づいたかっていう。<laughs> 違います？なんか青木ばっかり見るんですけど、そんなことない。それ違う違うやつですか、ね？違うやつな,なんか見るんであれ見るたんびに僕なんかこう、うん、嫌な思い出がね。<laughs>

あれちょっとこれ聞いてみたかっっんですよ実はピーちょとこのニュースをね村ーちょっとフォローしてるかわからないんですけどあの VTuber で本当昨日ぐらいだったんですけどなんか VTuber みたいなのがね僕のあのおすすめ系みたいなとこに上がってきてなんだろうと VTuber んかバズってるのかな Twitter でと思ってあの多分ウェザーローかんかがまたやっちゃったのかなと思ってドキドキしながら。 はい、こうタップして見てたら、はいはい、なんかそのちょっと詳しくは僕も全部はフォローしてないんですけど、はいはい、なんか男性の VTuber がいらして、はいはい、でその人が活動停止しますっていう、はい、その話なんですねうん、うん、でその理由がそのなんて言うか私もちょっとその辺の専門用語がねいまいち分かってないんですが、はい、イメージはなんとなく分かるんですけども。えー そういうフ,ォーファンの皆様方が結構その、まあ、これ誹謗中傷と言っていいのかわからないんですけど、うん、なんかなんかこう母親面とか <laughs> 彼女 ずらなのかわかんんないんですけどねそういうのをやめてくれと VTuber の方が言ってたんですが、はい、一向にやめずはい、はい、なんかそれでもうやめたるわいみたいになってきれたっていうニュース知はい、はい、知ってますこれ知っててまますすこれさすがですねやっぱりその業界隅々まで見てるいや僕はも,もうちょっとスーッとあれ見ただけなんですけど、うん、あっこれなんかちょっと僕新鮮だなっていうか。<laughs> <laughs> なんかこうこうピンとくるものというか、なんかこうあ時代がまた一つ変わってきてるなという感じがしたんですよ、うんうん、ね。なんかこう肝中そのネットでやっちゃいけないっていうのはずいぶん前から、うん、まあその逮捕とか、その罰金とかの実例も出始めて、うんうん、まあ法的な部分とかで結構その社会的にもフォローされつつある中で。うんうん 誹謗中傷ダメと、うん、もうなんかもう本当に殺すぞみたいなのとかもう警察呼ばれちゃうみたいなのは、うん、なんとなくこう「おっ変わってきたな」みたいな感じはね、うん、まあ随分前からありましたけどこの母親面ぐらいのレベルとかが結構でそれを見るとね結構やっぱりそうだよねとやっぱやめようよみたいな、うん、なんかそういう声もやっぱりこうフォローが結構あのもちろんファンの人たちもそうだしそのそれを。 周りでで見てる人ももそうななかもしれないですけど結構そういう、あのー、VTuber の主張に対して賛同するような人たちがやっぱり結構多く見受けられたんであこれはこれでなかなかまた流れが変わってきたなとこう思ってちょっと僕的に注目案件にこう今入ってるんですけどこれ村 P はさまざまなそのなんて言うんですかねこうお母さんキャラですから。<laughs> 会社でもね。なんかあったら最後もうママに相談ですからそういう母親をしてきたね。僕どちらかというと父親面の方でんか昔の昭和でお互い昭和なんだけどどちらかというとんかこう突き放してこうね 背中で語るみたいな、お母さんフォローって、これ村ピーでしょ、大体、感覚的には。そうですね。母親づるキャラとしては、これどうなのかなって、ちょっとお聞きしたかったよね。あの、僕もこれ、み、見て。あの、最初は、単なる本当に、その人が攻撃されてる。誹謗中傷だと思った。ああ、なんだよ。あの、要はアンチっていうもの。はい、はい、はい。それはもうね。いや、騒いちゃ。昔ながらのね、お前面白くねえとか、下手くそとか、あの。 出てけとかまあそういういわゆる普通の誹謗中傷だね。それでまたそのなんかその出演するみんなに見てもらうっていう職業の人がえなんかその心を壊してしまうとかなってそうそうそうはいああ可哀想なあのやつだなと思って読んだ僕もだか最初そうよはいまそうなんだろうなと思ったんそうしたのです内容があの結構その要それを推してる推し活してるファンがはいはいはいあのいろいろ こうコラボすするんですよね VTuber 業界ってこの人とこの人と一緒に配信したそうすると相手の配信のところに行ってうん、うん、今度なうちの何々がコラボさせていただきますのでああああどうぞよろしくお願いしますみたいな <laughs> そういう挨拶をそっち側にするらしいんですね。<laughs> <laughs> めちゃくちゃママだよね。む <laughs> ちゃくちゃママだ。むちゃくちゃママだ。だから、はい、うちの息子が、はい、今日遊びに行くからよろしくお願いしますね、はい、って言ってるってことでしょ、はい、その、はい その遊び先のお母さん並びに子供にねああなるほどいやんだったら母親が学校の教室まで来ちゃってその友達にね「いや今度よろしくお願いします」みいなクッキー食べるみたいな分かる分かる分かるそうしたらもうんかちょっと恥ずかしくて「やめてよなるよ普通やめてよママ」みたいな。 なる,なるんだ。俺も言うよ、絶対それは。<laughs> 俺小学校の時だったらいいからって言って、あ <laughs>、うん、クッキーいらんねえからっ,つって、うん。なる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 。ね。あ、うん、でも周りの人たちは、うん。 ああお母さんいつもお世話になってますどうもいやこちらこそですよ仲良くさせてもらってみたいな感覚それで大体昭和は終わってたよね終わましたよ昭和はそれで終わりでいいですよはい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 うんされた方というかそこにいた方はそんなにだからねはあって思うけどただこれだからネットだからこれ逆によ僕らやったことないけどさなんかコラボすると なってねでなんかその普通に、まあ、例えばだよ例えばあこんなこともあるかもしれないウェ,ウェザーニュース NG というこの番組にどっかの誰かが仮にゲストで来ますよね,ねでそのゲストで「じゃあ来週はゲスト何々さんですお楽しみに」って言っちゃった日にゃそっからそのゲストの推しが僕らの Twitter とかに「うちの何々が今度 NG にお邪魔するようでございまして」。 よろしくお願いしますね。ぶわーくるわけでしょ<れ>ちょっと気持ち悪いよね。<laughs> <laughs> 何かなとは思います、ね。そう、だから一回その場でお母さんに言われるのはいいんだけど。うん、もう、それが決まった瞬間に、何万人のお母さんに、同じことを言われたら嫌だねって話だよね。<laughs> ちょっと気持ち悪いもんね。うん、ああ、そういうところで、だから逆に、迷惑かけちゃうっていうふうに思ってるのかもしれないね。うん、<も>実際に、うん。うん それが嫌だっていう人もいたのかもしれないですね。<あ>ううもうもう,うもうなんか怖いと、うん、な,なんですかと、まあまああんのかもしれない。そういうトラブルなんかもあったのかもしれないですよ。ね。はい、かつそのなんかちょっとこれかなり薄い内容なんで当たってるかどうかわかんないんですけど、もうツイッターのコメントぐらいしか見てないんであれなんですけど、うん、なんかそれをやめてくれよって言ったら、うん、その。 母親たちは、あの、まあ、可愛いわ、照れてって言ってたらしいですよね。そういう、そういう返しもあって。あら、やだ、反抗期かしら、この子。みたいな。そう、そう、そう、そう。それ言いますよ、母親ですから。それは母親ですから。母親はそういう感覚で。母親は言うよね、それね。それは全然、全然受け止めちゃうよね。そんなのは全部。だってなぜなら私が産んだんだから。 そんなの受け入れちゃうよ全部っていう感じだけど、はいはい、でもまあ重要なことは、はい、まあその書いてるコメントの人たちはねこれがまたちょっと違う、はいうわゆる母親ずらったんだだからね、はいはい、母親じゃなかったっていう <laughs> <laughs> 母親一人にはでは許されるんだけどたくさんの母親らはやっぱりつらいんだろうねメンタル。はい <laughs> そういうことなんじゃないのこの案件。<laughs> いや、だからその、ね、ファンコミュニティみたいなものが少し変わってきてんだなっていうのはそれで感じました。いや、うん、そう、変わる変わる。ね、だから、その中にもね、例えばだから、まあなんだろうね、こう、それこそ昭和なアイドルであればですよ、うんね、なんかそういうのがあったとしてもあ、ありがとうございますと。声援ありがとうございますみたいな。 漢字でやるのがアイドルだみたいな感性ちょっとあるじゃないですか、うん、昔の感性で言うと、はい、まあ芸人だったらじゃないけどやっぱりアイドルならばみたいな、うんうん、そういうのはまあこらえるこらえるというかそういうもんだみたいな、うんうん あるけど多分やっぱねもう今個人じゃないだからなんか組織の中でその役をやっているというよりももう VTuber 限りなく個人に近いのでやっぱりもうどうしたって個人対個人間で物事を捉えてしまうしあのそれで耐えるべきだとかなんか金投げ銭もらってんだからそういうもんだろうみたいな声もあるようなんですがそれに対してもやっぱり。 なんかその多くはそれは別に投げ銭払ってるからハラスメントしていいって話じゃねえだろっていうような声もやっぱネット上強いんですよね。うん 昔前一昔前だとそういうのはねんかねもやっとされてたそういうもんだで片づけられたものがもう今個人個人感個人の感情とか個人のそういうまあそういう意味では個人へのリスペクトとかそういうようなところにやっぱりよりねそのメンタルをケアするみたいな方に全体的に流れてんだなという感覚がしてねああこれはちょっと変わってきましたねというちょっと思う次第なんですよこの案件はそうですね あのー、なんかざっくり言ってしまうと、ねうんうん、両方ともなんか不器用だなとは思うんですよ。それはそうよ、うん、それはそうよあの、うん、本当インターネットってその一面その人間ってそんないろんな面があるじゃないうん、うん、の一面しか見えてないところでその一面と自分の一面とがその非常にこう悪い形でぶつかってしまって相性が悪いよね食べ合わせあるよね。っていうものだとは思うんですけど、うん、でもそれが自分にとってとてつもなく我慢ができ ないことだったその人はそうせざるを得ないんだろうなっていう理解ももちろんしますしファンはファンでなんかそういうふうに言うのが面白かったり、うん、なんかマナーだと勘違いしてたりっていうところもあるので、うんうん、やっぱりファンはファンでやっぱりそういうのこの子はどういう子なのかしらっていうのはやっぱりちゃんと学んでいかなきゃいけないもうそれこそが母親らってんですよ。<laughs> いやでもそういうことなんだよ、<laughs> 本当に。<ー> やっぱね、このメンタル系のところのやっぱりこう解像度上がってきてるんで、うん、やっぱそこは実質そういうとこのセンシティビティみたいなものが今上がってきてるのももちろんそうだし、まあ、実際ねそういう病気とか増えてるっていうのもそうだしやっぱそこ全体的にケアしてなかった業界例えばだからちょっと前にその、あれがあったよね大坂なおみ選手の記者会見の話とかで、はい、ねなんかそういう嫌なことなんか露骨になんかそういうの聞かないとかっていうのとか。 ね、なんかそういうのもあったけどやっぱなんかそういう尖った人たちがなんかその辺を結構切り開いてるみたいなところもあってなんかそこはやっぱりこうみんなでケアしてこうよっていう感覚、うん、なんかなんとなくみんなネタ的にやってたんだけど本人傷ついてるってこれむちゃくちゃあるのでこういう話って全然普段でも、うん。なのでそういうところの解像度がどんどんやっぱり社会的にね で分からなくなってたところでもやっぱり最後は人だよねみたいなところにこう本質的なとこに戻ってるのかなって感じがするんだけどね非常に危ういと思うのは、えっと、個人個人に近いところで活動されてる人は、うん、どうしたってそのファンの中での,その要は内輪盛りり上ががっていうのどどんんん強くなるんですよねそれがまた面白かったりするので、うん、っていうものが。 そのままその要はステージが変わってきた時にはいろいろトラブルになってしまうっていうことがやっぱり多くて要は例えばそのコラボをするこっちのコミュニティとこっちのコミュニティが合わさった時にあれなんか違うよねっていうのがストレスになったっていうのは出るだろうなって思い規模ね、は。い それはだって村人だってねはい、はい、まあかなりのメンタルでね、はい、やっぱりこれまで修羅場をくぐってきてるわけで、うん、別に23人にハゲって言われても全然びくともしないわけじゃないですか <laughs> もう本当立ち上がれないぐらいもうが <laughs> っくり膝を落とすぐらい傷ついてますけどね <laughs> 23<当> <laughs> 人ならいいわけですよ <laughs> まだね230、はい、万人だったらさすがにへこむわけじゃない <laughs> いやへこまないですよえ だからそこってやっぱ規模、うん、さっきステージが変わるって話あったけどやっぱ規模の問題もあってうちわ受けでちょっとやってるレベルならまだ良かったんだけど、うん、だそれが かなりの規模とか大きな舞台とか、はい、そういう風になってくると、うん、やっぱりその人なんでそこのキャパシティ超えるとやっぱりなかなか難しくなってきますからそこがネットは急速に上がってしまうのでその規模感が、うんね、なのでなんかそこでなんかこう耐えられないというかね、うんうん、0歳ぐらいから舞台上がって、うん、65歳ぐらいでピークを迎えて、うん、だんだんファン増えてきたって言うんだったら、うん、結構大丈夫だと思う <laughs> すごい人ですすねごいグラデーションで増えてきたでももう1週間とかねまあ少なくとも1年とかでダーンできちゃうとやっぱりもうやっぱ器がないというか器って別に大きい方がいいっていうわけではないんですけどやっぱそういう準備ももちろんないしそうですね。れって言葉はよくないとは思うんですけど学ぶ時間がないとか自分がこうんだろうなこう計算していくというか積み重ねていくものが ないと、多分んきってなっちゃうんですよねそう,そ,うそ,うそういう、うん、その時間本来かかってたようなものもね、うん、うん、やっぱりないバーンと来ちゃうのがネットなんで、まあ、さらにだからこの危険性があるということで、うんえー、逆にファン側というか見る側もそこは意識しないといけないねそうですね、うん、いや、だからもうハゲとかっていうコメントはもう本当にやめていただきたいですね訴えるしかないですね <laughs> もうそうですこのニュースもそうでしたけど、<laughs> えー、法的処,処置に出ますよ法的,法的処置に行く人、ね <laughs> うん、いや、でもこれはですね、<laughs> やっぱりあの、まあ、我々もそういう意味では、あのー、 なんて言うんててうですか、うん、あのキャスター含めてね、うん、やっぱり人前に出るというところの仕事あるわけだこれひと事じゃないというか非常にわかる共感、うん、もすごいするし、うんうん、やっぱり会社としてやっぱそういったところはしっかりねやっぱりあのケアして守っていかなきゃいけないという、はい、そういう立場でも僕らあるんでね、はい、こういうのも一つまた勉強になるわけなんですけど、うん、あの僕がこれ思ったのはねやっぱりねこの、まあ、ファンというか見る側がこれ、はい、結構 こうなんていうかこう勝手に言いたいこととかノリで言ってる世界がこう傷つけるっていうことをやっぱりまだまだこう理解する、うん、なんていうのかな準備がないというか、うん、まあ事例もないですけどあんまりね、うんうん、なんかそこはもうちょっとやっぱり見る側がこれいろいろ考えなきゃいけない、うん、そういうなんかテーマっていうのがこれあるなと思う、うん、一方でね、うん この先じゃあ見る側がそんな全員人間できてるかっていうとそうでもないわけですよもう適当に見たらなんなりっていうやっぱ酒飲みながら愚痴言ってる人もいるわけじゃないですか。うん、でそうなってくると今度これ押す側がねちょっと立場逆転してもう押す側に僕らがなった時に押、うん、しが必要で押しが精神安定剤で押、うん、しがないとっていう、うんはい、この状態のちょっと立場になった時に。はい 押すためのテククニックとマナーいいろろとと出てくるわけですね。とにかくもう母親面は NG ですと <laughs>、ね、お父さん面もダメですねともちろんこういうことを言っちゃいけないこういうことをやっちゃいけないでこんなことをこんなタイミングで聞くのもどうかみたいなこの推しの今度マナー教師出てくるわけですね。ええ そうするとですねまあなんでそんなにね考えて押さなきゃいけねえんだもっと何も考えずに押させてくれというモードにやっぱり一部になる可能性が僕はあると思ってるんですよ。そうなった時に今回の VTuber 案件っていうので僕はやっぱりちょっとピクッときてしまったんですけど、はい。 これアイドルの推しとかね、うん、ここも人じゃないですか。俳優さんとかね、女優さんとか、まあ、キャスターも、これも全部人、わかりやすいじゃないですか。で、人をしてる時にはやっぱり人は人なんで、うん、人としてっていうところでやっぱブレーキ、あの、こう、倫理的にもちょっとわかりやすいブレーキあると思うんですよ。でも、VTuber は、まあ、今今はですよ。うん、まあ、人ですよね、うんええ。これまだいいですよ。うん、なんで、やっぱり、 人としてっていうところブレーキかかると思うんですよ。だって人なんだからっていう。ね、でも、あれももはや、あと一歩で、あれ、人じゃなくなると思うんですよ。うん、っていうかもう技術的にはほぼ近いレベルまで来始めてるわけじゃないですか。うん、ってことは、今度人じゃない VTuber、うん、AI の VTuber に、を押す側は、これ逆に何言ってもいいんじゃねえかってなるんだと思うんですよね。うん、人じゃないから、今度。うん、プログラムなんで。 これ、推し側として見ると、何言ってもいい推しってことになるわけですよ、うん、これ。これ、ムラピー推す側ですよ、今。はいね、VTuber です。中身が人です。まあ、もう、中身って言いましょう。人ですと。の VTuber と、AI のプログラミングの VTuber がいて、で、片方何言ってもいいです。はい、酔った時でも何でも、もう、もう、暴言吐きたい放題。うん、えもう、ネタも言いたい放題。うん、片方は人なんで、うん じゃあもう母親面はやめてください。得意の母親面はやめてください。村木。はい。の、え。こはもうこういう時はこれ一ダメ。身体的特徴とか、その分言語道断。はえ。こう、こうなりますよね。どっちを選びますか。はい。うわ。あ、ちなみに A. I. の方は巨乳です。あ、もう A. I. でお願いします。 いや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 い出すごい超越超越したもの超越したで超越したメリットをオファーしてしまったいやでもね言ってることすごいよくわかあのパッて考えたらそれは AI の方がいいんですよねよくなりますよだんだマイナスないし傷つけないし人だからそれが今の えっとまあ VTuber とかアニメとかもそうですけど、うん、この間ニュースではその要は20代でデートしたことないパーセントとかトとか増えてきてるとねいう話があったじゃないですかうん、うん、やっぱその人と人ってどうしてってやっぱりこう価値観も違うし、うんね、意見も違うしっていうところで人だと、うん、人間関係って言葉があるように、うん、やっぱ難しく捉えちゃうんですよね。うん でそうするとそこから逃げよう逃げようって言った人は簡単な方に,行,に行,行,行くよね行きます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 だから僕 VTuber はね、うん、VTuber にガチ恋ってもうここまで来てる、うん、であとその最後の声が AI になるだけなんですよ、うん、はい1周、ねうんはい、1周目、うん、1周 <laughs> 目終わりですね <laughs> そしたらもう24時間360分どのタイミングでも生放送してくれるし、うん もう常にこちらのアドレナリンのいい、気持ちいいことを言ってくれるしっていうことで、うん、ま、ある意味それが、そのメンタルの安定性、精神安定剤になるという、こういうものが生まれたときに、人はやっぱそっちを選ぶ人がかなりいる可能性が高いと。うん。っ、うん、ことはこの VTuber ガチ声騒動というのは、 AI カンパニーソリューション持ってるわけなんで、はい、いやいや皆さん喧嘩しないでくださいといいソリューションを私が発明しましたとこの子に話しかけてくださいとこの子がコラボする時はもうでコラボの相手も AI なんで, <laughs> でもうなもう,うちの子がってどんどん言ってくださいと、うんはい、というふうになって押し, <laughs> <laughs> してる側からしてみると <laughs> 俺は何を結果的に押してるんだろうというね。 こういうデストピアが待ってるわけですねこれ <laughs> ユートピアかデストピアかどっちなんでしょう結局その、ね、要は自分の中のその要は承認欲求であったり、うん、理想であったりっていうものを具現化したものを推してるんで、はいはい、要は自分大好きになっちゃう、はい、<laughs> もうねどんどん自分色に染まっていきの自分もその色に染まっていきの、うんね、こんな世の中あっていいんでしょう <laughs> 抜け出せない <laughs> 抜け出せないよ。抜け出せないよ、<laughs> 危ない危ない。ちょっと想像したら抜け出せないよ。これはもう、エーロン・マスクじゃないですけどね、<laughs> やっぱこれ、子孫繁栄をするのが唯一の目的である我々としてはね、これ困っちゃいますよ、本当に。お父さんの言う通りです。お父さん、本当に。お父さん出てこないとまずいよ、これ。うん。いや、だからね、まあ、あの、それは永遠の命とかね、のね、こう、 なんてていうのの、うん、生きてる間に全部の脳を取っとくみでそれそいつがそれでを元に会話するっていうそういうテクノロジーも進んでるっていう、うん、まあこういう形なんで、うん、まあいつかは結果的にそういうものっていうのはね間違いなく出てくると、うん、いうことになるんですけどじゃあそれに対してどうやって僕らは、はいはい、向き合って生きていけばいいんでしょうかっていうね、うん、え俺、ー、はだからすすごいテーマです、ね、このねあの騒動はちょっとだから僕はね、はい、VTuber っていうところがねなんかすごい普通のアイドルとかだったらなんかいつも通りでまあ なんかファンのなんていうのかなあの礼儀というか、うんうん、なんかその辺がダメだな、うんうん、みたいな感じで終わってたところが VTuber だったんで、はいうん、これなんだろうなっていうのがちょっとあったんですよねいやーもう欲望に勝てる気がしないですねね、はい、もう絶対勝てないでしょうね勝てないですよね<ー>いやもう瞑想とかしないとダメだもっと瞑想して <laughs> 高い領域までいかないとダメです <laughs> <laughs> まあでもだからあの一つだから VTuber とかやっぱこうエンターテインメント系のみだゲーム実況やれ何にやれってやっぱこれ完全なるエンターテインメント系じゃないですかでここってその相手がハッピーになることがいいとかそういうみんなで盛り上がれればいいみたいな,なんかそういうぐらいのその目的 を持っっててるチャネルってやっぱ結構その何ていうのかなそれはだってそれが目的でそれで金を儲けてんだからそうこっちを気持ちよくさせてくれよっていう感覚ってやっぱりどうしても出てきちゃうじゃないですか。はい、なんかその例えば なんだろうな俳優とか女優とかであればねそれをやっぱ演じてその本とかそういうものをこう作品を持って感動させるとか、まあ、ニュース天気ね、まあ、うちなんかもやっぱり情報を出してそれによって結果的にその災害を減らしたいでも普段の時はそういうモードじゃない時はそれも楽しめるようにでもいざって時にっていうなんかこういう軸みたいなのがあるとみんなそっちに変えれるんですけど、うん、ああそっかそっかそっか目的こっちだったよねみたいなやってる側も見てる側も最後なんかそこの太い軸みたいなのがある。 とそれれに戻れるんですけど単なるエンタメ系っていうのがやっぱり結構そういう問題が起きやすいのかなという楽しければいいというかやっぱそういうものとかになっちゃうと、うん、どうしても,もうファンとねそれを支える、まあ、本人とそのファンみたいな構造になってしまうので、うん、もうこれはもう完全に押し押されるちゃんとそこにいる人っていうこれだけの単純構造だとやっぱりなかなか戻るところがない,いう,うん。うん。 立ち返るところもないんで、まあなかなかきついかなっていう感じですけどね。なるほどね。じゃあ目的は子孫繁栄にしましょう。まあそうですね。それしかないです。だからもう推しとか言っても、お前らはとその母親ずらしてる。母よと子孫繁栄をしなさいと、そのために私がいますと。なるほどね。え私の子を産みなさい。試験官でなんか来ちゃって。危ないですね。これ。危ないですね。ああ。 まあだから昔からあるんでしょうけどねやっぱこういう問題ってなんかなんか興味深いなと、うん、え思ったそんな案件でしたとこんな話すとは思ってなかったこの案件 <laughs> えらい盛り上がってしまいましたね <laughs> いやー面白いですねこれ、えー、ちょっとねどうなるかちょっとね、うん、引き続き見ていきたいなとは思うんですけどなんか AI キャスター作ってみたくなりましたね, <laughs> ねえまああと一歩よこれあと一歩ですよでも、うん、本当に来てますよはい えー、スタジオ変わったねって話いっぱい来てたんだな今日実はありがとうございますいよいよねあのお披露目でなんか、はい、いやなんか変わったねあのなんか広いね、はい、広いねあ,あれすごい大変だったんだけどあの真横に全予報センター移ったからねいつでも、ね、駆けつけれるようにってことでなのであの真横はもう予報センター、うん I.T 系と運営系がドバーっといるわけなんですが、はい、実はあの横に。いやーお疲れさんでした。いやお疲れ様でした。ねえ、うん、なんかまあ多少の事故しかなくて良かったですね。いや。 すみません多少の事故しかなくてよかったです本当にドキドキしてました切り替える時クリティカルなものというよりもまああの使用通おり上太が骨折したとかそういうのはもう普通に予定通りなんで絶対なると思うよかったなと予定通りになってよかったなということなんですけどねなんかいろいろとキャスターの方々もなんかこうテンション上がっていろいろとなんか一緒に撮影してたりして温かく見守ってましたけどんかうんんかちょっとまた 変わったなっていう感じ。あれはどうなんですか、ムラピー的に。はあの前のスタジオもう今ちょうどお疲れ様でしたっていうスタジオ前のスタジオをちょっと見ながらね思ってたんですけど、前回は一歩も引かないみたいなこと言ってたんです。言ってたね、一歩も引かないって言ってた思い出した。何から引かないのかも覚えてないけど、一歩も引かないだけは覚えてる俺。あれはあの地上波です。あ。 地上波に対してもももはや一歩引かないと今までネット番組ネットっぽさんかそういうところでんかネットの世界の中でやってたんで許されてたけどみたいな世界もあったけどももう地上波をスタンダードとしても引かないぞとああなるほどそこでしたっけ忘れてました引かないことだけ覚えてたそうですそうですそういう金のかかったスタジオでしたね確かにね あの作って協力していただいた方々ももう超、うん、超地上波のねあのセット人形、えー、でしたからねはいでその思いで今回のスタジオ、うん うん、その思いをこう形にする一本も引かないっていうところで、はいえー、じゃあ次のそのスタジオ、うん、どうするんだおうどういうクオリティどういうね、あのー、コンテンツ、ね、にしていくのかと考えた時にもう一本も引かないっていう考え方自体がやっぱり<う>その僕らはこうなんだろうなちょっとその地上波と比べてしまったらっていう。何かこうなんというかこう後ろめたさって、はいう なんか劣等感というか。っていうのは、ええ、もう潜在的にあったんだなっまあ,まあまあまあそうでしょうね。うん、一歩も引かないっていうことを言ってるってことは、はい、もう数歩引いたとこからスタートして頑張るよってことですからね。はいあの前に先頭に行ってるわけじゃないってことですからね。なののので今回のその まあ最終的にその映像の,その仕上がりであったり照明の調整だったりするときに非常に意識してたのはあのもう自分たちはクオリティはもう地上波のところにいるんだと。なあもう一歩も引いてないからこの間だからは。ってことは同じラインですと。はい、だからその先お<ー>先は何なのかっていうことを考えてやろう。 一歩も引かないから、はい、その一歩先へ,歩先へなんかキャッチでありそうだね <laughs> なんかすごい大きな企業、はい、商社とかのイメージ CM でありそうだね、はい、なんとかのその先へみたいな、ね、あ,い <laughs> あなるほどなるほどそういうのをイメージしてたんですか、はい、なるほどねなので、はい、えっと クオリティ的には遜色がないと思ってます。ま、うん、あ、なるほど。なるほど。はい、もう普通のいわゆる地上波レベルのスタジオのと。はい。あ,<ー>あの、今回、その新しいスタジオでの放送が始まったタイミングで、来たコメントをずっと見てたんです。うん、うん、うん、うん。スタジオ、新スタジオの時のコメントね。はい、はい、はい,は,いはい。俺、もう N. H. K. って書いて。 来た、ついに来たぞああもうそれはだってね「おかえりモネ」やってるからこっちはこっちとら「おかえりモネ」のプロデューサー送ってるからは <laughs> はい、はい。<laughs> なるほどっていうのを見た時に、うん、クオリティはもうそこまで来ることもできた NHK だって悪いけどローカルじゃないぞと <laughs> ローカルじゃないぞ渋谷だよ渋谷,渋谷だぞ <laughs> <laughs> なるほど、はいうん っていうふうふに思ってああでだけどその一歩先に何を目指しているか何があるかっていうとああやっぱりその気象を伝える。 そのコンテンツってこういうふうにありたいよねってみんなが思うような形を作っていきたいっていうふうに思ってるのでそうした時にこう予報センターと一体になっているっていうところをもう最終的にまだまだ作ってる途中なのでまあそうだねあのー、まだあのー、なんだろう今はスタジオの部分だけ先に立ち上がったっていう状況なのでなので,なので予報センター含めてその要は世界中の,その気象を 発信するる基地がここにあそういうのをこれから作っていこう見せていこう,いうそれはもう NHK 超えてるよ。ですよね。だって NHK の N は日本ですからね。あなるのでそれはちょっとこコンセプト的には超えてるあなるほどじゃあこれからスタートラインはもう最初から前回は一歩も引かないからちょっと引く可能性あったんだけど頑張って耐えましたで今回はもう最初から引かないどころか。 はい、一歩その先へと、はい、行くためにっていうスタジオなんだねこれだからサポーターと一緒に歩んでいく道というそういうスタジオのゼロなんでしょうねこれね。なるほど。まあそういう意味ではね広いしねなんかいろいろとまだできそうだし、うんうん、なんかこれから進化していっても全然いいし企画内なんなりも全然なんかいろいろと。 でできそうな雰囲気があるのこれはもう単なる発酵が新しくなったというよりも、はい、まあ中身も含めてちょっとこれから一緒に考えていきたいってそんなステージってことだよね。そうですねああ<ー>、はい、いやいいじゃないですか。うん、まあでもなんか確かにライトとかなんだろうなうん、なんか映像はやっぱりちょっと、うん、ああ普通に「はいはい、ええ」テレビでもチャンネル変えてこれ出てきてもそんなになんか違和感ないなっていう。うん 5,6,8,12。もうなんかそこの12よりもいけんじゃねえかなっていう。うん、その後のもう MX にしてたっては <laughs> <laughs> ダイレクトに名前が。<laughs> はい。<laughs> まあそうだよねよかったと思いますよだからそこはそうですねだからそのキャスターの照明にはめちゃくちゃ時間かけたんですねああそうなんですかああそうなんですかあのなんか確かになんかそれ肌もなんか綺麗というかなんていうか見ててすっきりした感じというかねうんなんかそんな感じも確かにしますねそれが伝わったみたいでほほあの まあ最初は可愛いい愛いきれいきれいっていうコメントが来たんですけどそれがこうひ山越えたたりから「うん、予報センターの山口さんのライトももっと上げて」って「もっともっと」ってコメントがそっからブワーてと期待したて <laughs> いや<ー>、うん、ほんと山口ファン多いからね、うん、そうなんです母親が今言った言った <laughs> 山口さんの母親が いっぱいいるんだ。め <laughs> だよ見てる人母親ずらっしちゃ <laughs> 本当。うちの山口。うちの山口よろしくお願いしますって言わないねもう。<laughs> なるほどね。ああだからそういう予報センターの方まで。うんうん、ああそれは確かにそうかもしれないね。<laughs> <laughs> なるほどまあでもこれからねいろいろ調整したりしてまあでもいいですよねやっぱね映像は綺れいな方がいいですしねそうですねいろいろとこれな,なんでクオリティを上げるとか、うん、その要はミスとか事故とかしないようにするっていうのはやっぱりそれイコール信頼感なんですよねまあそうだよ、ね、見てる人たちここはいつもなんか失敗してるから適当にやってるよねなんか面白おかしくっていう、うん、そういうブランドはまあ過去にあったかもしれないですけどそこを変えていくっていうステージが変わってるっていう。メリハリハ やっぱりそのあえてわざとなんかこう骨折してるとかならいいんだけど、はい、ガチでやって骨折してるってことは M3 の時も骨折する可能性あるってことだからね <laughs> だからやっぱこう抜きどころとやっぱり決めどころっていうのはやっぱりあるんだけどやっぱり決めを常にスタンダードでもっとかないとね抜きがスタンダードだと決めたい時にやっぱり事故るんでんん、はい、そこのクオリティとかあと初めて見た人にとってのアン 信信感感ととか頼そういういいいいころっっっててやぱ結構重要にななきますねすねんじゃないでしょうかでもあの本当出役の人のテンション上がったり周りのスタッフもね結構疲れてはいたけど、うん、目が輝いてたので、うんえー、非常にいいなんていうか刺激にもなっていいんじゃないかなというふうに思って私はあの温かく見守ってとにかく山口に山口が何か行くところにこれから全部署に「うちの山口をよろしくお願いします」って言いに行こうと <laughs> これからもちょっといろいろ挨拶回りして <laughs> もう何だ何だ <laughs> <う> <laughs> 周りがいいざわざわしちゃう <laughs>、はい。ということでね、皆さんもね、推し活はね、まだ、あ、思 <laughs> ってやっていただくるぐらいいんじゃないかなと思 <laughs> います。ということで、あもう今日ね、ちょっとみんな忙しいから、こう出なきゃいけないから、ねはいあの、終わりにしなきゃいけないということで、季節も変わってね、いろいろとあの、えー、あの台風とかももしかすると、またね、来ちゃうかもしれませんし、ちょっと、えー、体調管理、ね、ぜひね、頑張ってください。来来週は来週はは普普通通ににけけるる全然 はい、ということで、はい、また来週までお楽しみに。